い、こんばんは。意外と好評の大人クラブでございます。12月27日大人クラブ、今日のお題はですね、親って偉大だなという話です。皆さん誰しも親がいるわけで、はい、そうですよね、はい。こんな私にも親がいました。はい、残念ながらですね、母は、まあ平均年齢ではね、早く亡くなりまして、父も亡くなりまして、私はもう、父も母もいないわけですが、父と母が残した、この家に、スタジオとしてね、住んでいるわけでございます。で、夜なんでタバコ失礼します。やはりいろんなところに不具合が生じてくるわけですよ。一番ね、問題になるのはおトイレなんですね。何でもそうなんですが、おトイレなんですよ。おトイレが綺麗じゃないといかん。はい。で、私はおトイレは自分のところだけではなくね、駅でおしっこ例えばしたとして、男性の場合特にね、横にそらしてしまうパターンありますね。ボールどころかもうね、なんですか、もう冒頭みたいな、これ男性にしか分からないかもしれないですけど、そういった場合はですね、拭いてます。はい。だってそれはやっぱりマナーっていうか、みっともないし、後の人がね、やっぱりおしっこびちょびちょのところでするのはやっぱ嫌じゃないですか。なので拭いてますし、あと台の方ねした時、こう便器に残っちゃうタイプのうんうんがあるじゃないですか。ねっとりとした、あれ流しても綺麗にこう流しきれない場合ありますね。あれあのまま出てくる方いるんですけど、やっぱ後の人がね、やっぱ前の人のうんうんが残った状態のところにするっていうのはやっぱりよろしくないで、大体はどこでもうんうんをこう掃除するね、道具が置いてあるんで、私は少なくても自分がしたうんうんが便器についてしまったものは掃除してます。はい。これは育った環境によるものだと思うんですけど、私はそのようにしつけられたのでそのようにしてます。はい。そのようにしつけられなかった方は、それは自分のやることじゃないと思う。それはもう自由なことであって、私はそうしたいのでそうするので、誰に咎められるような問題でもないと思います。はい。でですね、私の、まあ、今のスタジオの、ね、トイレ、これですね、非常に問題なのが、問題だと昔から思っていたのがですね、トイレの便座の部分の下のがですね、高級感のある木材なんですね。で、子供の頃から思ってたんですが、こんなところを、カメラのバッテリーが切れました。高級感のある木材なんですね。ありがとうございます。で、これね、いつかは当然おトイレなんで湿気も多いんでね、やっぱり腐ってくるとか傷んでくるんじゃないかなと思ってたんですよ。で、家族で住んでる頃は、私もですね、結婚していた時代がありまして、すみません、泣いてるわけじゃないんですけど、ちょっと眩しいとです、涙が出るので、はい。最近あまりカメラの前でサングラスしないことにしてです、感じ悪く見えるんで。で、元奥さんだった人がまめに掃除してくれてたんですけど、やはり男一人になるとですね、どうしても掃除を怠ってたんですね。そうしまして、ある日ですね、おトイレが壊れまして、壮大に、そのおトイレの中に水浸しになっちゃったんですね。これがですね、私もとこう建築関係だったんで、簡単に元を止めれば止まるはずなんですが、これが止まらずにですね、
約一晩中水浸しになり続けた結果、下地までねしっかりと水が染みてしまって、表面をきれいに拭いたんですが、下から水が上がってきて上がってきて、ついにね、木のね、木タイルが腐り始めたんですよ。ついにこの日がやってきたかと思いまして、でもうそうなるとね、一旦腐り始めると止まんないんです。で木が腐るっていうのは、要するに食べ物が腐ったりするのと違って、臭くもないですし、よくカブトムシなんかがね、住んだりするところの腐葉土なんて言いますけど、そういう状態になって見栄えが悪いんですよ。なんとなくね。でどうしようかなと思って、そこでね初めて気づいたんです。なぜ木にしたのかっていうことをね、これね一般的には CF というビニール製のね、シートを引いたりするんです。そうすると結局水がおしっことかが垂れても拭けばね、表面上きれいになるんですけど、これね実は継ぎ目と継ぎ目の間に染み込んでって中で腐るんですそうするとですね、トイレがとてつもなく臭くなるんですね。見た目はきれいなのに。なので一生懸命芳香剤を入れたりするんですが、実はその、CF の下のコンパネと呼ばれるね木材が腐ってまして、これをですね交換しようと思うとですね結構のお金がかかるんです。まず CF を剥がすのにですね大変なんです。はい、硬いビニールなんでね、スクレーパーって言われてバンバンバンってやるんですけど、でその上、コンパネ全部張り替え、はい、そしてまたその上に CF を貼るというね、でトイレは臭いままという状態なんですが、幸いなことにですね、腐ったね木の部分をカサカサっと取り除いたところですね、下に立派な下地があったんですねこれびっくりしました。こうなる日を予想して作ってたんでしょうね。うちの父は建築関係の建築家だったんで、驚きましたね。うわもうこんなんなっちゃって、またと思って、ガサガサその崩れたね木のタイルみたいなのも取ったら下きれいなんですよでとりあえずね1月に、お客様がね来る予定なので、たまたまあった白いスプレーを、塗料ですね、塗料をピッと塗ってみたところ、なんかこれはこれでいい感じじゃんっていう風になったんですよ。そのうちねどうしようかなと思うんですけど、変にね防水とかしちゃうと、そこに一旦染みちゃうと、防水するっていうのは要するに途中入っちゃうと抜けられないんで、どうしようかな、すのこ引こうかなとかね、いろいろ考えてるんですよ。でこの家自体がね本当木造なんですが、もう築相当経ってるんですね、40年経ってるのかな、なんですが、どこに不具合があるっていうと、人間が生きてきたために不具合がないんですよね。ほとんど全部木なんですよ。で、結局よく、マンションなんかだと修繕費とかあるじゃないですか。でマンション基本的に、ごめんなさいね、マンションに住んでらっしゃる方、最終的に壊すことを考えて作ってる建造物なんで、壊れるんですよいろんなとこが。でそもそもその日本でその高層階を作るっていうのことに無理があるんで、地震が起きるとね壁に亀裂が入ったりするんですが、ここの家はね、2階建てで屋上があるんですが、屋上を使おうと思えば屋上で家庭菜園っていうかね、畑ができるぐらいの広さがありますし、建った当初はね、なんでうちの父親はこんな奇妙なデザインの家を建てたんだろうと思ったんですよ。
あのうちね入り口がね何箇所もあるんです、あの分からない部分に。でこれやろうと思えば二世帯住宅が可能なんですよね。はい。で屋上で、あのこれからね、あのそんなに何て言うんですかね、物がバンバン買えたり野菜がバンバン食べられるような時代じゃなくなっていく可能性はあるわけです、ね、そうなった時にすでに私はですね野菜作りはもう研究始めてます、ね、私の先輩があの農業をやってるんで徐々にあの野菜の作り方を聞いてですね、野菜作りを研究してるんですが、すでにですね賢い人はですね世田谷区ってもともと農家が多いんですよ。なので、野菜を作り始めてます。これも近い将来スーパーマーケットなんかで野菜を買おうと思うとですね、とてつもない高い値段になることはもう容易に想像がつくわけですね。でそしてですね、電力ですね。電力がもう上がっている。まあ、日本国という国はすごいので、まあ、電力がね上がってもその上がり幅が少ないようにうまく調整してるんですが、これはもう将来的に、私一人が住むぐらいだったら、自然光のねソーラーパネルで十分に賄える。実際私の友人のですね、某工業、国立の工業系の大学卒の友人は自分の使う電気は全てソーラーパネルで賄っております。電気代ゼロです。はい。なので、私はねその電力を買っている時点でも相当頭悪いなと思うんですね。その友人はその、まあ、そういったものを設計したりもう自由にできるので、すでに電力は全部自分で賄ってるわけですよ。なので、ちょっとね少しお勉強して、何人かいるんですよ友達で、もうすでに全部自分で電力賄っちゃってる人が。なので私もね、まあ、徐々にね、そういう時代に備えて、いろんなことを始めております。はい。そう考えるとねうちの父も母もね、すごいなと思いました。母がもともと体の弱い人だったんですよ。で長生きすればするほどやっぱり周りに迷惑をかけちゃう、どうしてもね体が弱いんで、なので早く死んだのかなって思ったりねしますし、うちの父もなんでこんな摩訶不思議な家を建てたんだろう、もうこういう枠っていうねドア枠とかのデザインもなんでこうなのっていう、うち不思議な作りなんですけど、ある意味ねすっごい自由度があるんですよ。うちシャンデリアがあるんですけど笑わないでくださいね。一般家庭にシャンデリアと思ったんですけど、それ結局ねどっかで余ったやつつけたんでしょうね。でそこの部分を違う使い方ができるようにでっかい枠があるんですよ。普通シャンデリアだとそういう四角い枠つけないんですけど、結局そこのところをうまく使うとここちっちゃいライブハウスになったりするんですよね。でいろんな使い方ができるように設計されてるんですよ。自由度が高いんです。結局自分を犠牲にしてでも僕のためにねいろんな使い方ができるように設計されてます。はい。2階は完全に広さは人が泊まれるような違う入り口からね人が泊まれるように違う出入り口がありますし、嫌でしょだって僕と同じ出入り口で人様が暮らすのは。なので2階をね借家として貸すことも可能なようになってますし、いやーすごい人なんだったんだなーって今頃になって気づいております。天国のお父様申し訳ありませんでした、当時、バリ雑言を浴びせて子供ってね愚かなんですよね。はい。お父さんもお母さんもねいろいろ考えてるんですけどね、まあそんなわけで、徐々にですねなぜこれがこうなのかということに、気づいたりするわけです。はい。このうちのね、
ギターが何本作れるんだろうとかねそういうこと考えちゃったりとかね、はい、そういうふうに思ったりしてます、はい、すごくね目の利く人は、売ってくれというふうに来ますが、売るつもりは全くございません、はい、というわけで、今日も快適にスタジオリバーサイドで暮らしております、はい、それでは、またお会いいたしましょう、今日のオトラクラブは親ってすごいよねという話でした。それではまたお会いしましょう。もしかしたらスーパーオトラクラブがあるかもしれませんよ。はい、それでは See you next time です。じゃあねー。 See you soon かもしれないよ。じゃあねー。